ハレルヤ、アメン。アメン、ハレルヤ。ハレルヤ、アメン。サマさん、こんばんは。アメン。ハレルヤ、アメン。こんばんは。こんばんは。ユーストリームがやっぱりうまくいかないですね。ちょっとユーストリームがうまくいかないですね。原因はちょっとわかりませんが。はい、こんばんは。今日はちょっと寒いですね。お元気でしょうか。はい、太郎さん、こんばんは。太郎さん、こんばんは。もうすぐ、春分です。もうすぐイースターです、ね、まさに春です。まさに春ですね。アメン。昨日ですね、タイトルがコンクラーベと言いまして、コンクラーベ、コンクラーベ、日本語のコンクラーベに似てますが、フランチェスコ一世ね、ローマカトリックの、教皇が決まりました。フランチェスコ一世という方、アルゼンチンの方らしいですね。アルゼンチンの方で、私はとても嬉しいのは、アルゼンチンというとですね、あれなんです。アルゼンチンはリバイバルがあったんですね。2、30年前にアルゼンチンリバイバルっていうのがありまして、そして、私もアルゼンチンの伝道者からこう祈られたことがあるんですが、まあ、そのフランチェスコ一世の方が、まあ、アルゼンチンリバイバルの影響を受けてくれたらいいなという感じがしますが、まあ、実際は分かりませんが、ぜひ皆さん、その新しい教皇がですね、まあ、その何て言うんでしょうか、油注ぎのある教皇であってほしいと願いますし、またなってほしいというそういう感じですので、ぜひ皆さん、その新しい教皇ですねのために祈り続けてください。アメン。新しい教皇のために祈ってください。アメン。カトリックの影響は大きいので、教皇がですね、油注ぎのある教皇ならば素晴らしい、ことだと思います。アメン。それではですね、今日のタイトルですね、今日のタイトル、ネトウヨは右翼漫画に洗脳された。これはどういうことかというと、ネトウヨっていうのはネット右翼と言いまして、普通の右翼とちょっと違うんですね。ネット右翼とちょっと違う。で、その、ネトウヨとは何かということなんです。ちょっと難しいんですが、右翼的な考え方を持ったそのネットの中の若い人たちということなんです。私はですね、まあ、数の子さんがですね、皆さん、8時半から放送する予定ですので、ぜひ皆さん、数の子さんの放送を聞いてください。ちょっと今 URL 貼りましょうね。数の子さんが8時半から放送する予定です。ちょっと貼りますからね。はい、これが、風の子さんの、URL ですね。それで、話を続けますが、どうして若い人たちが、私はね、戦後派ですから、8時から、あ、ごめんなさい。じゃあ風の子さん8時からするそうです。8時半じゃなくて8時からね、8時から風の子さんは、電動放送します。見てください。私は以前からね、どうして
若い人がね、なぜ右翼的なんだろうか、なぜ右翼的な考え方を持ってるんだろうかっていうふうにずっと不思議だったんですよ。そしてね、まあ、漫画じゃないかなというのは薄々思ってたんですね。あの小林よしのりさんですか、あの小林よしのりさんの漫画は知ってましたから、でもまあその人のだけで影響を受けるのだろうかというふうに。そしたらですね、この記事を見たんですよ。この記事ですね、ちょっとお見せしましょう。この記事ですね、これを見たんですね。でこれを見たらですね、小林さんだけじゃなくてですね、小林さんだけじゃなくて少年マガジンとかね、それから少年ジャンプとか少年サンデーとか少年マガジン、少年ジャンプ、こういう漫画にも右翼漫画があるというふうに書いてあるんですね。まあそういうその漫画の中にそういう右翼漫画がたくさんあるということの中で、まあその理由は分かりませんし、私見たことないんで何とも言えないんですが、そういう漫画の中に右翼漫画があるということで、あ、ジャンプもサンデーもないもう昔の話、まあ、ちょっと私そういうの知らないので、皆さん知ってますか、そういうの知ってますか、見たことがありますか。小林さんの方は見たことありますよ。小林さんの方は、そういうわけで皆さん、その若い人たちが結局漫画によって右翼的な考え方を、このなんていうんでしょうかね、まあその漫画っていうのはね、若い人たちはやっぱり活字が弱いから、活字が弱いから漫画を見るということはあると思うんですが、そのこう右翼的な漫画を見れば確かに影響を受けると思うんですね。影響を受けると思うんです。だからまあそういうことでネトウヨの人が多いっていうことが、まあそれは本当かどうかわかりません、本当かどうかわかりませんが、この漫画のせいではないかなと思うんですが、皆さんどうでしょう。ちょっと皆さんの意見聞いてみましょう。どうしてネトウヨがいるのか、私は、そういう漫画が原因じゃないかと思うんですが、皆さんの意見を聞いてみましょう。どうして、ネトウヨの人が多いのか、皆さんその書いてください。はい、他に理由があるのかないのか、漫画ではないだろう。アクレがネトウヨに取り付いた。明治以来の偶像崇拝。ネットの影響。あまり読むような答えがないんですが、信仰がないから、信仰がないから、ネットの発達で右翼が目立つから。小林よしのりはネトウヨと仲悪い。おネトウヨって日本を守ろうとするいい人たちなんだよ。国家の偶像化、そうですね、国家の偶像化ですね。はい、今や小林自身がネトウヨを大批判してる。
右翼とか左翼とかはもう古い。ああ、右翼とか左翼とかはもう古い。そうですね。まあちょっとですね、まあ、ネトウヨっていうのは新しい現象だと思うんですね。で、実はですね、私はまあ、左翼ではないんですが、その、靖国神社参拝反対とかね、それから太陽戦争は侵略戦争だとか、南京大虐殺は、の悔い改めなきゃいけないとか、これはですね政治的問題じゃなくてカリスマ派的な発想で言ってるわけです。つまり右翼的な発想じゃないんです。日本があのリバイバルを起こすためにはどうしても悔い改めなければならない。で、その日本の罪というものを悔い改めるために南京大虐殺とか、靖国神社参拝反対とか言ってるわけですから、まあ、左翼と似てますけど、目的が違うんですね。目的、つまり左翼は政治的な目的です。政治的な目的で、私が言ってるのは、カリスマ派的な霊的な問題ですね。カリスマ派的な霊的な問題、つまりその日本が悔い改めなければ、ね、日本は、救われないんだという、日本が、悔い改めてイエス様を信じなければ救われないという、そういう発想の問題なので、目的が違うんですね。時代はイエス様、アメン。時代はイエス様。それでですね、もう一つのポイントは、そのネトウヨも結局漫画によって洗脳されて、若い人たちが、まあ、ターゲット、あれですよね、太陽戦争の時もそうですよね。太陽戦争の時も軍国少年っていうんですかね、軍国少年少女といって、若い人たちがやっぱり洗脳されて、軍国主義に洗脳された。共産主義が紅衛兵といって、若い人たちが共産主義に文化大革命という中国のその革命に洗脳された。でナチだったら、やっぱりナチなんか若い人たちのグループありましたよね。ナチ何でしたっけね、ナチの若い人たちのグループがあって、やっぱりそういう若い人たちが洗脳されたという歴史があります。つまり若い人たちっていうのは、まあ、洗脳されやすい、当然ですよね。若い人はやっぱりそういう知識がない、経験がない。あ、ネオナチっていうのはね、新しいナチズムのことですね。今現在のナチズムのことをネオナチと言います。で、ネオっていうのは新しいっていう意味なんですね。で、確かに今ですね、ヨーロッパにネオナチが台頭しているというのも聞いたことがありますね。まあ、そういうわけで若い人が洗脳されやすいということですね。もちろんキリスト教もそうですよ。キリストも若い人に伝道しています。やっぱり若い人の方が受け入れやすいっていうことがあります。ただ私たちの場合には洗脳ではなくて真理を伝えたい、ね、若い人たちに真理を伝えたいということで、ですから、まあ、ニコ生もそうですね。結局ニコ生は10代20代の人が多いです。10代20代の人が多いので、私もこのニコ生で伝道しているということは、若い人をターゲットにしているということですね。若い人をターゲットにして伝道しているわけです。ですからキリスト教以外の人から見れば洗脳に見えるかもしれません。私たちは、真理を教えたいと願っているわけですね。真理を教えたいというふうに願っています。そういうわけで、私の疑問が解けたんですね。なぜネトウヨが多いのかという、原因がですね、漫画によって、洗脳されてるんだということが分かりました。そしてもう一つはやっぱり霊的な問題ですね。霊的な問題、つまり、その戦前戦中の、まあ、右翼の霊と言ったらいいんでしょうか。まあ、右翼の霊は結局何の霊だかよく分かりませんが、民族主義の霊ね、
何の例って言ったらいいか分かりませんが、その右翼の例がまだ日本にあって、日本にあって、その右翼の例が今の若い人たちにこう入り込んでるという、そういう感じでしょうかね。ですから、その右傾化といいまして、まあ、日本全体が今右傾化している、政治も右傾化しているということで、これはですね、敗戦になって、日本は負けた、戦争に負けたんだけど、もう一度それ霊的には盛り返しているという感じ、戦前戦中の日本にもう一度ですね、日本は盛り返しているという、そういう傾向があるわけです。でそれは非常に危険なことなんですね。危険なこと、自民党が国防軍を作ろうとしているわけですね。憲法改正して国防軍を作ろうとしている、そういうことの中で、今日本は非常に危ない、右傾化して危ないんだということですね。ですからぜひ皆さん、今そのまだですね、言論の自由があるときに、私たちはしっかり、その正論を言うべきです。結局ですね、言論の自由がなくなる可能性があります。戦前戦中もそうでした。戦前戦中もですね、言論の自由がなくなって、その軍国主義に反対する者が殺されたり捕まったり拷問にあったりしたんですね。それはナチもそうだし、世界中どこでもそうなんですが、今はね、日本が敗戦になって言論の自由がありますけど、戦前戦中は言論の自由がなかったんですね。ですからぜひ皆さん、言論の自由があるときに、ね、私たちは、日本が悪い方向に行かないように、日本が戦争を起こさないように、私たちは、この勇気を持って発言するべきではないでしょうか。日本ではですね、やっぱり天皇制についてこう発言することは非常にタブー視されてたんですね。戦後もですね、戦後もしばらくそういう長崎市長だったかな、長崎市長がですね、天皇には戦争責任があるっていう発言をしたら、右翼の人にピストルで撃たれたという事件があります。命は取り留めましたけど、そのようにですね、日本はそういう言論の自由がありそうでないんですね。言論の自由がありそうでありま、ないんです。ですから私たちはその、この日本がですね、一見この自由の国のように見えて、実はいろいろな束縛がある、霊的にいろんな束縛がある、そういうことの中で、クリスチャンが立ち上がって、クリスチャンが立ち上がって日本のリバイバルのために、発言していく必要があります。そして、一番は伝道ですね。一番は伝道です。クリスチャンが伝道して、クリスチャンが伝道してですね、多くの人に真理を伝えなければなりません。真理を伝えて、日本を救わなければなりません。その日本がですね、もう一度この悪い方向に行かないように、日本がサタンに騙されて戦争しないように、日本が滅びないように、私たちは、過去を教訓として、過去を教訓として、日本を守る必要があるのです、ね、日本を守る必要があるのです。ぜひ皆さん一緒に戦って、一緒に日本を守りましょう、ね、一緒に日本を守るのです。アメン。はい、それではですね、英語いきましょうかね。英語ヨハネの最後のところですね。ヨハネの最後のところ21ですね。
This is the disciple who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true. This is the disciple who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true. このディサイプルというのは弟子という意味ですね。ディサイプル。ディサイプル。testifies。これは証しをするという意味ですね。testify。testimony が証しですね。ちょっと前半だけですが、これは、これらのことを証ししたもの、これらのものを書き残したのは弟子です。この座がついてますから、ヨハネのことなんですね。We know that his testimony is true. 私たちは彼の、証が真実だと知っています。ということですね。This is a disciple. 座がついてますから、これはヨハネのことですが、ヨハネ自身がそう言ってるんですね。これは、ある弟子がそれらを証しし、書き残した弟子です、そして私たちはその弟子の証が真実であると知っている、まあ、ヨハネがですね、自分のことをそう言ってるんですね。ヨハネが自分のことを、これらの証は、弟子がして、彼の証は真実だと言ってるわけですね。はい、私たち、イエス・キリストを信じる者も証をしましょう。私たちイエス・キリストを信じる者もイエス・キリストの証をするのです。イエス・キリストの証をするのです。皆さん、私たちは、黙っていてはいけません。黙っていてはいけません。私たちは、霊的戦いをしているのです。そしてイエス様はもう十字架で勝利されたのです。イエス様はもう十字架で勝利しました、ですから私たちは、十字架の力によって、証しをします。十字架の力によって証しをします、ぜひ、皆さん、イエス様の、その十字架を述べ伝えて、十字架の勝利で日本においても勝利しましょう、日本において勝利しましょう。悪魔に向かって勝利しましょう。日本を束縛している。日本を束縛している悪霊どもに勝利をしましょう。皆さん、私たちは霊的戦いをしていますが、信仰によって初めて勝利できます。信仰によって初めて勝利できます。ぜひ皆さん、イエス・キリストの味方、神様の味方をしなければなりません。悪魔の味方をしたら必ず負けるのです。悪魔の味方をしている者は必ず負けますので、もうすでに勝利が決まっている、神様が勝利しています。イエス様が勝利しています。神の側について、神の側について、勝利の人生、勝利の人生を送りましょう。皆さんの人生が負けているのは、悪魔の味方をしているからですね。悪魔の味方をしているので、皆さんの人生が、負けているのです。ですから皆さん、ぜひ、悔い改めて、イエス・キリストを信じる信仰によって、勝利の人生、ね、勝利の人生を始めませんか？アメン。アメン。今は本当に日本が、変わる時です、日本がですね、これから、リバイバルを起こします、悪魔はですね、右翼漫画を通して若者を洗脳してですね、ネトウヨを作っています。ネトウヨを作っていますが、しかし神様はさらに、知恵のあるお方です。すべてが益となります。すべてが益となり、
イエス様は日本に勝利します。悪魔に勝利します。日本を救うために、日本を救うためにイエス様はその勝利の道を開いてくれます。ぜひ皆さん、一緒にイエス様の味方をしましょう。神様の味方をしましょう。そうすれば皆さんの人生も勝利します。そして、日本が良い国になります。日本が良い国になります。ぜひ皆さん、イエス様の教えを一緒に学びましょう。そして一緒に伝道するのです。はい、それではですね、明かしタイム行きましょうね。明かしタイム、今日の明かしタイムはですね、イエス様を信じて寝た上から寝た上をやめた、イエス様を信じて、その右翼をやめた、イエス様を信じて靖国参拝やめた、イエスキリストを信じて天皇崇拝やめたという証しね。はい、寝た上をやめた証しスタート。寝た上をやめた証しスタート。靖国神社は廃止すべきだと思いました。韓国人と仲良くなりました。神様を信じたらいやらしい漫画を読まなくなりました。イエス様を信じてフジテレビが好きになりました。自民党は危険だと思いました。戦争だけはやめよう。この放送は霊的国防放送だと思いました。ネトウヨの愚かさを知りました。国家は君が代ではなく賛美歌にすべきです。リバイバルは近いです。この放送を見てネットウヨをやめれました。アメン。イエス様と共に悪魔に徹底抗戦します。お隣韓国と仲良くしよう。在特会をやめて今はカリスマ派です。
ハレリア。イエス様に祈ったら寝てうよやめれました。寝てうよだった頃の自分が恥ずかしい。イエス様にお祈りしたら在特会から誘いが来なくなりました。祈ることで右翼思想が消えていきます。サマーさん、アメン。キムガヨを歌わない自由があると思いました。アメン。祈りがもっと大事。イエス様を信じてから産経新聞をやめました。もう賛美歌しか聞かないことに決めました。アメン。偶像崇拝は危ないとテレビで教えるべきです。神様を信じたらキムヨナを応援できるようになった。日本は戦争の謝罪をすべきだと思います。韓国の人に謝ったらなんだか心がすっきりしました。偶像を捨てよう。偶像崇拝やめたらお小遣いが増えました。 DT を捨てなくてもいいと思いました。韓国と仲良くなりたいと思います。この放送で救われました。人を憎むことが人の罪と知りました。偶像崇拝やめたら元気になりました。傲慢やめます。キューちゃん放送ためになります。キリスト教に入りたいと思いました。韓国のりが好きです。毎日イエス様に祈っています。神戸彩違うかな。この放送を見てたら歴史について知りたくなりました。上戸彩大切なものは心だと思いました。もう韓国が大好きでたまりません。
この放送を見て韓国人の差別がひどいと知りました。暖かくなったら教会で外配信します。キューちゃんの正しい歴史授業を受けたくなりました。この放送を見てたら不眠症が治りました。キューちゃんありがとう。 God is good。聖霊様の教えで悪い考えをしなくなりました。うちの犬がぎっくり腰になってしまう、ワンちゃんがぎっくり腰。この放送以外はニコ玉いらないですこの放送のおかげでイエス様を信仰できました。アメン、ハレリア。キューちゃんのブロマがいつも見ています。ありがとうございます。この放送でポジティブになりました。この放送をインコに毎日見せたらアーメンというようになりました。私もインコにですね、あのハレリアって言わせようと思ったんだけど言わなかったです。イエス様ありがとう。閉鎖病棟から出れました。イエス様のおかげで大衆酒場に行くのをやめました。デリをやめれました。神様は永遠から永遠におられる。この放送を毎日見ていると神の息吹を感じます。イエス様を信じたら精神病が治りました。キューちゃんを見て隣国を愛する心を学べました。アメン。イエス様のおかげで薬物依存から抜けれました。アメン、アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン、アメン。素晴らしいです。皆さん、人間の力ではですね、人間の力では何もできないのです。人間の力では行き詰まるのです。人間の力では失望するのです。私たちには神様の力が必要なのです。神様の力があるのです。多くの人は人間の力しか知らないのです。多くの人は人間の力、自分の力しか知らない、またお金の力ぐらいしか知らない。しかし皆さん、人間の力、お金の力には限界があるのです、私たちにとって必要なのは神様の力です。神の力が必要なのです。そしてその神の力はイエス・キリストを信じる信仰によって与えられるのです。イエス・キリストを信じて、油注ぎを受けることによって皆さんは先ほどの証のような変化が起きるのです。心に変化があるのです。
環境に変化があるのです。人間関係に変化があるのです。私たちは、体験しているのです。神の力を体験しているのです。神の力によって奇跡が起きて、癒しが起きて、本当に驚くべきことが起きるのです。皆さん、そういうわけで、私たちは、神の力を体験しています。しかし、皆さん、もっともっと必要なのです。ボロボロ人生から脱出したい。脱出できます。皆さん、私もボロボロ人生だったんです。私もアル中のボロボロ人生だったんですが、イエス様を信じて、アル中から脱出できて、自己嫌悪から脱出できて、あらゆる欲望から脱出できたのです。ですから皆さんも、いろんな問題から脱出できるのです。解放されるのです。人間は罪人です。罪人というのは罪の奴隷です。多くの人は、自分が罪の奴隷だということも分からず、悪魔の奴隷だということを分からず、霊的な鎖、霊的なこの束縛があるにもかかわらず、自分の力でやっていけると思い込んで疲れ切っちゃうのです。皆さん、もし足にですね、この鎖がついていたら、いくらもがいてももがいても、鎖がある限り、解放されません。多くの人はそんな感じで人生を生きているのです。罪という鎖ので不自由に生きているのです。したいことができないのです。正しいことができないのです。それは罪の鎖があるからです。しかしイエス・キリストを信じる者はその、私たちを苦しめている鎖が断ち切れるのです。鎖がパーンって断ち切れるのです。私たちは罪の奴隷でしたけれど、イエス様によってこの鎖がパーンって跳ねのけて、私たちは自由になって、罪から自由になって、良いことができるようになるのです。正しいことができるようになるのです。皆さん、罪から自由になるというのはとても、快適です。楽しいのです。皆さんの中で解放感を味わった人がたくさんいると思います。イエス・キリストを信じて罪の重荷から解放され、罪責感から解放され、いろいろな中毒から解放され、自由になった方がたくさんいるのです。証でその私たちは確認しています。まだ、信じてない方は、まだ解放されていません。たくさんの人が解放されたのです。たくさんの人が解放されたのです。皆さん、それは十字架のおかげです。十字架はイエス様が皆さんのために死んでくれたものです。皆さんが自分の罪を認めて、あ、私のためにイエス様が死んでくれた、私を救うため、私の身代わりにイエス様が死んでくれた、神の子が皆さんを愛しているがゆえに、皆さん一人一人を救うために十字架にかかって死んでくれました。この十字架を見上げれば、誰でも信仰を持って十字架を見上げて、私の罪を許してください、私の罪を許してくださいと、そのように願うならば、その人の罪は許されるのです。その人の全ての罪が許されて、その人に永遠の命が与えられるのです。誰でも救われるのです。十字架によって救われるのです。十字架によって誰でも救われるのです。皆さんがどんな大きな罪を犯しても、どんな大きな罪を犯しても、イエス・キリストを信じることによってその罪が許され、皆さんは神と和解し、神様の祝福を受けるようになるのです。神様の祝福を受けるようになるのです。皆さんに必要なのは、人間に必要なのは、神様の祝福なのです。
神様の祝福が必要なのです。多くの人が苦しいのは、多くの人が悩んでいるのは、神様と断絶し、神と敵対し、神様の祝福を受けないから、神様の祝福を受けないから、苦しいのです。悲しいのです。虚しいのです。寂しいのです。しかし、誰でも、イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって、誰でも和解できるのです。祝福されるのです。神に愛されるのです。神の恵みを受け取ることができるのです。皆さん、ぜひですね、皆さんは体験しているのです。体験しているのです。ですから、体験している人は、アメンと言えるわけです。そして、さらに祝福を受けることができます。信じている兄弟姉妹、もっともっと、もっともっと油注ぎを求めましょう。もっともっと祝福されましょう。求めるなら与えられます。イエス様の教えを守るならば、愛されます。イエス様の教えにとどまるならば、いろいろな問題から守られます。神様の守りが必要なのです。神様の導きが必要なのです。神様の祝福が必要なのです。多くの人が悩んでますが、その理由がわからないのです。悩んでいる理由がわからないのです。神様の祝福を受けなければ、誰でも落ち込んでしまいます。イエス様はこうおっしゃいました。私を離れては枯れてしまいます。私はブドウの木で、あなた方は枝です。枝が、ブドウの木から離れては実を結ぶことができない。枯れてしまいます。多くの人は、枯れています。枯れています。実を結ぶことができません。実とは、良い行いですが、良い行いをすることができません。枯れているからです。実を結ぶことができないのです。しかし、イエス・キリストを信じる者は、イエス・キリストを信じる者は、そのブドウの木につながって、命を受けて、実を結ぶことができるのです。枯れた人生ではなく、実を結ぶ人生になりませんか？実を結ぶ人生、正しいことができる人生、良いことができる人生、良くない、悪い習慣や、悪い言動、悪い言葉とか悪い態度をするようなことは、それは良い意味じゃないのです。多くの人は悪い意味を結んでいます。皆さん悪い言葉使ってませんか？親に悪い態度を取ってませんか？人に対して悪い態度を取っている。それは悪い意味なんです。悪い意味です。しかしそれは、枯れているからですね。イエス様から遠く離れて、枯れているから、悪い意味を結んでしまいます。しかし誰でも悔い改めてイエス・キリストを信じるなら、実を結ぶことができます。良い言葉、良い態度、良い思い、良い実を結ぶことができますので、皆さん、悪い実を結ぶ人生ではなくて、良い実を結ぶ人生、誰でも始めることができるのです。誰でも、良い人生を始めることができます。しかしそれは自分の力ではできません。今日は家内の誕生日、あ、和の子さん、奥さんにおめでとうって言っておいてください。和の子さん、お母さん、あ、奥さんじゃない、奥さんにですね、誕生日おめでとうって言ってくださいね。で、皆さん、8時から和の子さんが放送しますので、これが URL ですので、あ、これ違うね。和の子さんの URL をちょっと貼りますね。和の子さんの URL。これが和の子さんの URL ですね。皆さん、8時から和の子さんがリレー配信をするそうですね。奥さんと配信して。
和の子さんが8時からリレー配信しますので見てください。アメンアメン。はい、今日はネトウ用の話をしました。私はですね、この放送は政治放送ではないんです。で、政教分離という言葉があります。確かに、その宗教と政治というのは別物です。しかしですね、私は政治問題を言ってるんではないのです。霊的な問題を言ってるんです。つまり、日本が、サタンに騙されてまた戦争しないように、したいのです。日本が罪を犯してほしくないのです、ね。もっと言うとですね、イエス様が日本の天皇、イエス様が日本の 王になってほしいのです、イエス様は王の王です。主の主と書いてありますね。王の王、主の主で、天皇っていうのは天の王と書きますね。天の王と書きますが、私たちクリスチャンはイエス様こそ天の王ですね。イエス様こそ天皇です。そして王の王なんです。ですから皆さん、ぜひですね、日本の天皇もイエス様こそ日本の天皇なんだということ、まあ、世界の天皇でもあるんですがね、イエス様は、日本の天皇だけじゃなくて世界の天皇です。世界の天皇、王の王、主の主なのです。ですからぜひ皆さん、そういうわけで、日本が、祝福されるためには、日本の罪を悔い改めて、日本の罪を悔い改めてイエス様を信じなければ、日本は救われないんだ、日本は救われないんだということなんですね。そして、そのサタンはその漫画を通して、漫画を通して若い人たちに洗脳してネトウヨを作っています。若い人たちは活字離れしてますから、漫画の影響が強いです。で、キリスト教にも漫画あるんですよね。これは売り物ではなくて、配るのですけど、こういうですね、キリスト教にもこういう漫画があるんですよ。で、こういう漫画がたくさん増えるといいなと思いますが、キリスト教漫画って言ったらいいでしょうかね。こういうキリスト教漫画を、もっともっとたくさんの若い人が読んでほしいなと思いますね。はい、それじゃあですね、招きをしましょうね。招き、私の漫画私の漫画書いてもいいですよ。でも目的は伝道ですね。目的、キリスト教漫画はいいですよ。キリスト教、皆さん、漫画描ける人がいたらですね、キリスト教漫画描いてください。で、この放送で発表しますので、この放送で発表しますので、キリスト教漫画、キリスト教、小説、そしてキリスト教の音楽、賛美歌ですね。歌を作れる人は、賛美歌を作ってくださいね。発表しますから。それから漫画を描ける人はキリスト教版4コマ漫画でもいいです。で、送ってくださいね。キリスト教漫画を発表しますので、皆さん募集です。キリスト教漫画募集、またキリスト教の絵でもいいですよ。絵があったら発表しますので。それから BSP がちょっと残っていますので、 BSP 欲しい人は連絡ください。BSP をすると油吸いが2倍3倍ありますので、ぜひ皆さん BSP が欲しいと思ってください。はい、それでは招きをします。今日ね、そうか、漫画に洗脳されてたんだ、漫画に洗脳されてたんだ、これからは、ネタをやめてね、罪を悔い改めて、罪の鎖を断ち切られて、そして、クリスチャンに なりたい、クリスチャンになりたいという人たち、アメンと言ってください。アメン。
イエス様を信じてクリスチャンになりたい、人生をやり直ししたい、神の力が欲しい、神の力が欲しいという人、アメン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 、素晴らしい、アメン、アメン。天の父様、感謝します。サタンが働いています。サタンが、漫画を通して若い人たちを洗脳しようとしています。キリスト教の漫画は少ないですし、キリスト教の本は少ないです。多くの人が洗脳されています。しかし主よ、あなたは何でもできる方です。若い人たちを守ってください。サタンの洗脳から守ってください。日本が、右傾化していますが、イエス様、日本を守ってください。日本がまたあのサタンが喜ぶ戦争をしようとしています。イエス様、どうぞ、日本が戦争を起こさないように、戦争を起こさないように、守ってください。イエス様、どうぞ、イエス様、どうぞ、日本が、リバイバルが近いと信じますので、日本のリバイバルを早めてください。今ネットで伝道しています。ネットは本当に、影響を与えることができるメディアです。イエス様、どうぞどうぞ、もっともっと福音を述べ伝えて、もっともっと、若い人たちをイエス様に導き、彼らを罪から解放し、彼らに、本当の人生、本当の未来、どうぞイエス様、憐れんでください。若い人たちは憐れんで、若い人たちが救われますように、若い人たちが救われますように助けてください。感謝します。今アメンと言った方々が救われますように、アメンと言った方々が救われて、一緒に伝道することができますように、信仰によって立ち上がって、世界を救うために、世界を救うために、軍国主義ではありません、経済大国ではありません、霊的大国として、キリスト教大国として日本が立ち上がって世界に伝道する時が来ますように、若い人たちに志を与えてください。希望を与えてください。神の力によって何でもできるんだ、神の力によって何でもできるんだという希望と喜びを与えてください。感謝します。イエス様、すべてを感謝します。あなたが、この伝道部屋を守ってくださって、祝福してくださって、本当にありがとうございます。どうぞリスナーの方々がもっと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 油注ぎを受けて、もっともっと油注ぎを受けて、神の力で生きることができますように、力強く力強くあなたの祝福を受けて、祝福を受けて歩むことができますように、感謝します。この伝道部屋をもっと祝福して、もっと多くの人が救われますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、神様は本当に生きています。力あるお方です。イエス様を通して神様が助けてくれます。神様が祈りを叶えてくれます。皆さん、イエス様と共に歩みましょう。油注ぎの中で歩みましょう。サタンを、打ち破りましょう。呪いを打ち破りましょう。悪霊どもを追い出しましょう。悪霊どもを追い出して、力強い人生を始めましょう。8時から数の子さんの放送があります。それじゃあ皆さん、ありがとうございました。また明日、おやすみなさい。シャローン、シャローン、アメン、アメン、ハレルヤ、アメン、シャローン。